あざーす。うまいね。うまいね。おー、うまいね。無理な回しをしないよね。おい、うまい、うまい、うまい。うまいね。オッケー、ポンと。オッケー、一回降りて見てみ。左のリアが落ちてんじゃん。で、左のリアが落ちてるにもかかわらず、こっちが浮き気味なのに引っかかってるから、もっと飛んでる、うん。だからもっとこっちに登っちゃってこっちに返すか。そう、うん、あれに当てる。そうだね。とにかくグリップさせないことにはオープンデイブだから。あま。はいはい。これはこっち左の端のライン。はい。もっと右のラインの。いや。あれぐらい足が動いちゃうと、これも足が動いちゃうんだけど、動いちゃうと結局、見た目は設置してるんだけど、踏ん張り力がないんだよ。だから、簡単に言えば、こっちの足がすごい踏ん張ってるし、これ全然前に進まないのと一緒で、足が動きすぎないもんだ。だから、もう体格に落とさないところを通った方が、四輪が伝わるから、もうちょっとハンドルこっち切れる？いいよ、そのぐらい。探してるけど、探して行くとこっち落ちるからな。落ちる。落ちる。ちょっと降りて見てみ。だいぶこっち行きましたね。角度だよ。いやきついな。今渋谷あそこまで行ってから、あそこまで行ってるハンドルまで行ったらハンドル向こうに切って一回バックしちゃったらいいじゃん。もうだって岩がここに見えるの。ハンドル逆じゃねえか。いや、ハンドル切らないです。あ、やばいな。じゃあ一回前に、それでハンドル逆にできない。お、そうそうそう、それでバック、そう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 、それでバックバック。ちょっと待てよ、やばいっすか。いや、やばくはないな。ちょっと待って、別に見てくるわ。角ついてるから。意味ない。角つけたら大丈夫だよ。奥さんの頭の上ちょっと輪っかが見えた。それで向こうに行った方がいいな。ハンドル逆で一回バックだな。今対角だから一回こっちに切ってバックした方がいいや。ちょっと待って、今対角に目いっぱい足が動いてんの。だから
もっと一回ここでもうちょっと下がってみ。オッケー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 、はいストップで、ハンドルこっち来て、おいおい大丈夫だよ、もう浮いてるけどこれ以上行くことはないから大丈夫で、ハンドルここに乗せるような感じでバンって出れれば、今出れるかどうかわかんない、ちょっと前出てみて、出ない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 、危ないからハンドルを目いっぱいこっち、あ、逆、あ、それでもいいか、それでもね、前出れないはずだ、ちょっと前出れる、出ないね、ハンドル目いっぱい向こうの方がいいな、切れない、重い、あ、いける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 、そしたらお尻をもっとこっち側に入った方がいいかも、一回バックしちゃった方がいい、でも外で見てすごいか、こうじゃん、壁こうじゃん、斜めに登ってるからこうなんだから、もっとこっち側から入ればいいじゃん、うん、そっち側のタイヤ少し乗っかりながら、そうそうそう、乗っかりながら乗っかりながら、よし、ハンドルこっち、ちょいバック、ちょいバック、よし、ちょっと勢いがないと、この段差だから、いいよ、一回バックして、もっとまっすぐ登ったら、そうそうそう、これぐらいでまっすぐ登れねえかな。もういけるいける。あ、ちょっと待って待って待って、外れてる。やだ、何が外れてるの？ジャダー止め。ジャダー止めが。あ、本当だ。何止め？ジャダー。ライダーつけ。